どうもロコです。それでは次潮田休みやっていきたいかなと思います。このぶっ飛びサーフィンですが、1個取ってるで、上潮田は2つ、上が空いてるってことは箱の方は空いてないのかな。でぶっ飛びサーフィンこれですね。まだ解禁しないわ。あれか、解禁からか解禁からします。まずこれを普通にやっていきますね。くそ、まさかこんな形でやることになると思わなかった。まずじゃあこれはもう別に箱とか壊す必要ないんで、クリア重視で、クリアだけだったら正直楽ですよ。ひたしたらノーミスあるんじゃないか。箱狙うからね、大変だから。箱ツアー狙わなきゃね、ちょろいちょろい。危ない。ほら、順調順調。こっちか、これジャンプ。おっとっと、危ない。ほい、上、これ右か。いよいよ順調ですよ。おい、こっちか。ほい、で、おわ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 、危ない危ない、よしよしよし。で、おう、そっか、忘れてた、もう。腹立つわ、ほんとに。みんな動いてんだから、あいつらもちょっと動けや。よし。で、ほい。なんで？なんで今ずれた軌道が。ああ、そうそうだ。これ前もあったわ。思い出した思い出した。このあれですね、なんかなんて言うんだろうね、オートアシストとでも言うんですかね、こう自動補正操作、なんか移動の自動補正みたいなのがあって、ちょっと右押しながらじゃないと勝手に左に曲がろうとするんですよね。っていうクソ仕様がありますと。でこっからが大事。今ゴール前に来て、で手前の見えない、見えないよこれ。こっち？ここか。これで隠し通路解禁ですね。でこれでぶっ飛びサーフィンの新しい別入り口が解禁されましたと。じゃあこれやっていこうか。こっちで箱を壊して、で合流、正規ルートに合流して、で箱を全部壊すってことだね。よっしゃ、行くか。もう死んでもいいと分かったんだから、もうガンガン行っちゃおう。ためらう必要はない。はい、はい、どんどん。あっ、とととと、ほいし、わい。で、これで一気に壊す。102個ね。もう怖いもんなしですよ。はい、よしよしよし、おい。はい、これもいっちゃって、はいはい、避けて、よし、こう、ほいっと、はい、次、ほい、あー、ま、相変わらずミスるな、こう、まっすぐね、はいよ、ほいよ、危ない、足場危ないね、はい、来い、で、ボーナス。この辺ももうね、これ多分カットだな。ちょっと待って、ああ、よいしょ、はい、
ほい。あーダメね。はい、このまま行っちゃってと。あーとほい、はい、はい、はい、よいしょ。でこれは無視して、これ先こそで、ドーン。1アップ届けたい気がするな。先にこれなんだ。はい、バカ野郎。よし取った、やった、よかった。でチェック壊しのこれか。ここは難しいんですよね。あれもっとギーか、難しいね。よいしょ、よし、はい。でこれは普通だね。ああ、これ戻んの、今度見えないんでこれ。もう、あ、ま、なんでも斜め動いた。くそ、出た出た、よいしょ。変な二重入っちゃうやつね。よいしょ、よいしょ、危ねえ、また入った二重が。あ、危ねえ。そっか、乗る分にはいいのか。これどう動いてる、どう動いてる、よし。ん、無敵にならないか。あと1個。あー、見える見える、よし。なんだこれ、チェック、なんか 今さチェックさせんのか。よしよし、取った、よし。長かったな、これ30分ぐらいかったな。こう置いて、次白熊だし横取ってますね。雪玉スライディング、これ持った。でジャブジャブ地下道を取った。ということで2ステージ目取りましたね。結構さっきのだけでいい時間になっちゃったんで、一旦これで区切ろうかなと思います。多分編集したらかなり短い動画になるかもしれませんが、ではまた次よろしくお願いいたします。失礼します。